シルバーの鱗が10枚たまったんで、バイトつなぎ買おうかと思いますが、グリーンにしようかな。これで上がる、新しいとこが開くよね。いつもありがとうね。あるけど、ちょうど新しい品物が入ってきたみたい。こういう表示が出るんだ。おお、開いた。ピンクのつなぎあるよ。青丸。ピンクあるよ。ピンク30。で、ここ、確か条件が、ブロンズの鱗100枚は、ステッカー、プレートか。これ買ってるからだね。ブロンズの鱗100個と、シルバーの鱗10個使うことによって、この辺が開くと。で、置物もだね。この辺も、確かここまでしかなかったんだよね。で、ここが新しいのが手に入るようになってますね。ステッカーも新たに選択肢が増えてますね。プレートもこっからかな？増えてますね。これでまた楽しみが増えると。30なんか変えられないのかな？あ、ステッカーか。ステッカーか。置物もな。青いつなぎいいな。こうやって使うことによって、このハテナになってる部分が開いていくと。まあ、別の動画でね、どれくらい使ったら何が開くかっていうのがもう分かってるんだけど。そう。じゃあそれでいっか。とりあえずそれでいっか。じゃあバンカーでいこうか。あと一勝だな。あ、サーモンのあれは着替えんといけんのか。もう黒いつなぎでやってる人いるのかな。相当集めんと無理よな。黒いつなぎと白いつなぎについて別で動画にしようかな。それ単体で。まだあんまり見かけないけど、徐々に普通に見かけるようになるだろうしな。届かん。
危ない。危ねえな。うう。いや、まずいまずいまずい。カニが、危ない怖っ。しゅんさんこんばんは。いやー、やばいやばい。こんなもんかな今日は。なんかあったっけ。あー、サーモンの白と黒のつなぎの話だけして原神に移動するか。もう一回調べよう。条件なんだっけ。お、エスプラニカ。一応ちょっと調べて。あー、ロッカーあれしてしまいたいな。銀100個か。銀100個だな。ん？あれ、出る条件、あ、解放条件。あった、OK。ちょっとこれ変えて。
サーモンランのところで話すか。